櫻坂46が10月23日に発売する10thシングル I Want Tomorrow to Come に収録される残機制楽曲本質的なことのメガボルトが公開された。メガボルトでは3期生遠藤美智子が初めてセンターを務めている。使用人の姿に身を包み、切ない表情や葛藤感を表現したパフォーマンスで、彼女が持つひたむきさが感じられる映像となっているという。メガボルトの監督は櫻坂46の楽曲では僕のジレンマ、桜月を手掛けた今野絵里香が務めた。関連リンク櫻坂46オフィシャルウェブサイト https://sakurawaka46.com/櫻坂46オフィシャル X、旧ツイッター、櫻坂46オフィシャル YouTube チャンネル https://www.youtube.com/櫻坂46スモージ https://www.youtube.com/桜事故チャンネル櫻坂46オフィシャル TikTok https://www.tiktok.com/桜坂46 オフィシャル特櫻坂46オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/sakurazaka46jp/本質的なこと250円 Amazon で詳細を見る amazon.co.jp 限定 I want tomorrow to come タイプ A メガジャケ付け2000円 Amazon で詳細を見る amazon.co.jp 限定 I want tomorrow to come タイプ B メガジャケ付けに0円 Amazon で詳細を見る amazon.co.jp 限定 I want tomorrow to come タイプ C メガジャケ付け2000円 Amazon で詳細を見る amazon.co.jp 限定 I want tomorrow to come タイプ D メガジャケ付け2000円 Amazon で詳細を見る amazon.co.jp 限定 I want tomorrow to come通常版メガジャケ付け1200円 Amazon で詳細を見るリアルサウンド編集部フォローオンスナズフォローオンスナズフォローオンスン操作ウェブサイトあなたが知りたい音楽情報をいち早くお届け。シーンの最新トレンドや今気になるアーティストをピックアップし、わかりやすくそして詳しくお伝えしていきます。毎月更新の特集企画もお楽しみに。最新情報は Twitter、 取り下ろしのインタビュー写真は Instagram、 オリジナル動画は YouTube をチェック。リアルサウンド編集部の記事一覧はこちら。